ダヌエル・ケネディ・ハウス・ジュニアは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロバスケットボール選手。NBA のヒューストンロケッツに所属している。ポジションは、スモールフォワード。ヒューストン大学で2年間、テキサス A&M 大学で2年間プレーし、2016年の NBA ドラフトにエントリーしたが、どこからも指名されなかった。 ドラフト後にはシントン・ウィザーズの一員として2016年のサマーリーグに参加し、2016年9月23日にウィザーズと契約した。11月11日のクリーブランド・キャバリアーズ戦で NBA デビューするも、この試合で右手首を骨折し、わずか50秒の出場に終わる。復帰まで少なくとも6週間はかかると診断された。その後2017年3月1日に、 ウィザーズから解雇された。ウィザーズではわずか1試合の出場に終わった。その後2017年のトレーニングキャンプが始まる際に、ヒューストンドケッツと契約したが、シーズン開幕時のロスターから漏れ、G リーグのリオングランデバレーバイパーズに移された。2017年12月8日、フェニックスサンズとツーウェイ契約を結んだ。2017から2018シーズンは、 サンズと G リーグのノーザンアリゾナサンズを行き来しながら NBA で23試合に出場した。オフに 2A 契約が期限切れとなり FA となった。その後ヒューストンロケッツの一員として2018年のサマーリーグに参加し2018年9月21日にゴールデンステートウォリアーズとエキシビット10契約を結んだが10月12日に解雇された。 その後かつてプレーした G リーグのリオグランデバレーバイパーズと再び契約した。2018年11月26日、ロケッツはハウスを G リーグからコールアップすることを発表したが、昇格することはなく12月4日に解雇される。しかしその2日後にロケッツとツーウェイ契約を結んだ。シーズンではロケッツの戦術にフィットし、ローテーションの一角として活躍。 その後、通営契約が、期限切れとなった際に、ロケッツから正式契約を持ちかけられたが、金額に、不満のあったハウスはこれを拒否したため、再び、G リーグに送られた。その後、シーズン終了後に、ロケッツと3連戦100万ドルの正式契約を、結んだ。ダニュアルハウス2016から17ゲームログ。BASKETBALL-REFERENCE.com。 2020年6月25日閲覧。マイク、ベン、ワシントン・ウィザーズ・ウェーブ・ダニューアル・ハウス2、メイクルーム・フォーブ・ランドン・ジェニングス。ウィズ・オブ・オーズ。2020年6月25日閲覧。クロップファー、ブレディー、ウォリアーズ・サイン・ダニューアル・ハウス2、A1、イヤー・ディール。ゴールデン・ステート・オブ・マインド。2020年6月25日、閲覧。ウォリアーズ・ウェーブ・デイビス、ハウス・ジュニア。 ナン・アンド・ウリス。ゴールデン・ステート・ウォリアーズ。2020年6月25日、閲覧。ロケッツ・コール、アップ・ダニュアル・ハウス。ヒューストン・ロケッツ。2020年6月25日、閲覧。ロケッツ・アナウンス・ロスター・アップデート。ヒューストン・ロケッツ。2020年6月25日、閲覧。ロケッツ・フィル、インスター・ター・ハウス・ジュニア・オフ・ツー・ G リーグ。 espn.com 2020年6月25日閲覧。ジェレミー・ブレナーダニュアル・ハウス・ジュニアバックオン・サンイヤー11.1ドルミリオンコントラクトザ・ドリーム・シェイク2020年6月25日閲覧。ありがとうございます。